ケニア山はケニア共和国中央にそびえる同国最高峰の山である。標高は5199メートルでタンザニアのキリマンジャロに次ぐアフリカ大陸第2位の高さを誇る。赤道直下に位置するにもかかわらず山頂部には氷河をいただいている。標高の3350メートル以上がケニア山国立公園としてユネスコの世界遺産に登録されている。 山域には、バティアン、ネリオン、ポイントトムソン、レナナなどのピークが存在する。ケニア山は、後世になってこの土地を征服したヨーロッパ人が命名したものであり、この辺りの原住民族である、菊ユ人の間ではこの山を、神の山という意味のキリニャガあるいは、ケレニャガと呼んでいた。これは、この山の頂上には、宴会あるいは、うと呼ばれる神が、 黄金の玉座に座っているという、菊油人やマサイ人の言い伝えに由来する。清掃火山である、ケニア山が活動した時期は、先進予から後進予にかけてである。当時の高さは6000メートルに達していたが、火山活動停止後の氷河期に氷河により2度削られた。これは、氷河体積が標高3300メートル地帯に残っていることから、推定される。また、 北東の規制火山も氷河に覆われたため平坦な頂上になったと考えられている。山体を作る岩石は玄武岩、響きは素面岩などである。ケニア山に生育する植物には以下のようなものがあり、ケニア山のみに見られる固有種も数種存在する。また、ケニア山の再録や南独の現地語である菊湯語名の存在する種は、 伝統的に有用植物として知られている傾向がある。菊湯茂デの名称は基本的にはベンソンによるが、それ以外の文献による場合は個別に出展を示した。標高が高いところになると、巨大な気キキミゾカクシ属の植物や、キクカデンドロセネキオ属の植物が見られるようになる。なお、ジャイアントロベリアには、ケニア山に生育する以下4種のにもなものが知られており、 ジャイアントセネシオに関しても、タンザニアのキリマンジャロに生育するデンドラシニー州、ジョンスタニー、ビーノール、サブスプ、ジョンスタニーが存在する。標高約1200から2000メートル、標高約2000から3000メートル、標高約2000から4000メートル、標高約3000から4000メートル、標高約4000か,から5000メートル、標高不明。 最高峰バティアゲの初登頂は1899年9月13日に、イギリス人地理学者のハルフォード・マッキンダーによって、果たされ、第二ホーネリオン初登頂は1929年に、イギリスの登山家、パーシー・ウィン・ハリスとエリック・シプトンによって果たされた。人を寄せ付けない厳しい気象環境として知られ、昼間は30度を超え、夜になると厳しい寒さとなり、 氷点下5度までに下がる。通常の登山では、レナナミネの頂上でケニア山登頂となる。他のピークに登るには、高度なクライミング技術が必要となる。レナナミネは、第二次世界大戦中に3人のイタリア人によって、初登頂された。彼らは、イギリス軍の捕虜だったが、捕虜収容所から、ケニア山を眺めているうちに登りたくなり、半年がかりで、食料、 物資を集め収容所を脱走、盗聴に成功した。三人は下山後に収容所へ戻った。脱走の罰は三人とも28日の、独房暮らしだった。三人のうちの一人であるフェリーチェ・ベニューッツが、この出来事について、ノーピクニック、オンマウント・ケニアというタイトルの著書を出版している。この本に基づいて1994年に、映画、ザ・セントが制作された。 詳細については、リーッキー・ヤマウンズテングナズを参照。グラウンドセルトワのボロニックの意。この二つをマサナとシノニムの関係にあるとするのは、ハスラーであるが、ザプラントリストは両者とも独立主としている。英語、日本語。ありがとうございます。